これが裏金議員50人の選挙区だ。焦る石破自民、非公認比例重複なしに方針転換も、選挙悪化は加速。石破自民が選挙直前に方針転換をしたものの、裏金議員の問題を抱えたままでは有権者の信頼を取り戻すことは困難であり、むしろ戦況をさらに悪化させてしまう可能性が高い。石破首相が選挙前に非公認比例重複なしという厳しい処分を下した背景には、世論からの厳しい批判と選挙調査の結果がある。しかし、この動きが遅すぎたことが事態を悪化させている。裏金疑惑で処分を受けた議員の数が多く、処分の内容に不満が残る有権者が多いためだ。非公認の処分が出された議員に対しては厳しい対応を見せたが、全員ではなく一部にとどまったことで、かえってなぜあの議員は処分されないのかといった疑問を生み出している。裏金問題は政治家の信頼を大きく損ね、これを無視することはできない。ましてや、有権者は選挙直前の変節や二枚舌と受け取る可能性が高く、それが選挙結果に影響することは避けられない。今回の選挙における石破自民の方針転換は、裏金議員50人の中から一部が非公認とされ、さらに比例重複を禁止されるというものである。例えば、下村元文化相や西村元経産省などはすでに無所属での出馬が決定しており、その影響で選挙戦での立場が弱くなることが予想される。また、高木元国対委員長や萩生田元政調会長など、重要な役職についていた議員も非公認とされたが、一部の裏金議員は非公認を免れている。松野前官房長官や武田元総務省は、裏金問題で説明責任を果たしたとされているが、有権者の中には本当に問題は解決したのかと不信感を抱く者が多い。こうした対応のばらつきは、有権者に不透明さを感じさせ、裏金議員全員を非公認にするか、明確な理由を説明する必要があったと感じさせるだろう。選挙戦において小選挙区で敗北した場合、これらの裏金議員たちは比例代表による復活ができなくなる。これは一見すると厳しい処分に見えるが、比例代表で復活する議員がいないため、小選挙区で勝つしかない議員たちは一層苦しい戦いを強いられることになる。さらに、比例単独での出馬を予定していた議員に関しては、比例順位が下がるか、出馬自体を断念する可能性もあるため、石破自民にとっても選挙戦全体に与える影響は大きい。結局のところ、石破首相が直前に打ち出した方針転換は、選挙戦における状況を好転させるどころか、逆に悪化させていると言わざるを得ない。有権者にとって、裏金問題は許されない汚点として捉えられており、この問題に対する適切な対応を取らなければ、選挙結果に悪影響を及ぼすことは明白だ。結局、裏金議員の存在が選挙戦全体の信頼を揺るがし、石破自民はこれに対応しきれていない。今回の選挙戦で石破自民が直面する厳しい現実は、裏金議員問題を軽視できないということを改めて示している。あなたはどう考えますか？